ということで、富士の花の話をしていきたいと思います。富士はね、別名野田富士って言われます。で、英名はミステリア。で、花言葉は歓迎、恋に酔う、忠実な、と優しさ、決して離れない。色別でも花言葉があって、紫が君の愛に酔う、白が華麗、懐かしい思い出っていう花言葉があります。で、花言葉の由来、決して離れないっていう花言葉の由来は、日本ではね、古来から富士を女性、男性、松を男性として例えてて、富士と松を近くに植える習慣があったらしい。だから、だけど、なんか生命力が盛んな富士は、富士の木が松の木にこう絡まるように伸びていくから、一度捕まえたらぬっと離さない、恐ろしいほどの執念っていうのを感じて、決して離れないっていう花言葉がついてます。決して離れないっていうのは、いい意味っていうよりかは、絡みついて離れないぞみたいな、そういうね、由来がありますね。で、君の愛に酔うっていう紫の花言葉、この由来は富士の花の香りから来てます。富士の花いい香りするけどね、その漂う香りがね、君の愛に酔うみたいな、そんな感じの花言葉ですね。で、名前の由来は、富士の名前の由来はぶっちゃけ諸説あって、何個かあるんですけど、吹き散るっていう言葉の意味で、風に散るって書いて富士って読むよね。それが元になって富士って呼ばれるようになったってされてる。原産国は日本、中国、アメリカ、ヨーロッパ、めっちゃあります。これはなぜかというと、種類で言うとマメ科の富士属、つる性の植物ですね。で、別名にもあった野田富士、これは日本原産で、本州を中心に自生していて、つるが右巻きの品種で、山富士、これは日本固有の富士で、近畿地方から西に自生してます。で、シナ富士っていうのは中国原産の富士で、紫、ピンク、白の色の花を咲かせて、バラのような甘い香りをする富士。アメリカ富士はアメリカ原産の富士で、淡い紫、ピンク色の花を咲かせます。キバナ富士、これはヨーロッパ原産の富士で、黄色の花を咲かせる。で、赤花富士っていうのは桃色富士とも呼ばれてる富士で、花は濃いピンクで、30センチほどの花房になってます。あとは八重富士、八重咲きの丸みを帯びた花びらが特徴的な品種。これは日本で見れるのは栃木県の足利パーク周辺、開花時期は4月中旬から5月下旬。でもね、近年ではね、気温の上昇とともに開花時期が年々早まってます。ゴールデンウィークに毎年見に行ってたのが、今年は4月の下旬に見に行きました。なんでね、だんだんちょっと咲く時期がさ、早まってるから、これあんま正直ぶっちゃけ当てにはならんかもしれん。あとね、品種によっても咲く時期とはちょっと違くて、6月ぐらいまで咲く子もいるし、見頃はね、そこそれぞれでちょっと調べてもって。で、富士の名所1個が牛島の富士、これは埼玉県の春日部市。ここの富士の花って樹齢がすんごい長くて、日本最古で樹齢1200年以上の富士があるんだって。で、次が春日野の富士、これは奈良県奈良市、奈良春日大社っていうところ、20品種ぐらいがあって、約200本の富士を楽しめる。珍しい品種の富士が見れることで有名なんだって。別名になる由来になった野田富士。大阪府福島区の野田富士。で、富士の歴史なんやけど、富士ってもともと鶴が繊維として丈夫やったけん、その繊維として丈夫やったけんかわからんけど、椅子とか籠とか作られたりとか、紐にしたりとか、そういう生活に必要な道具に活用されてたんだって。で、富士の繊維から布を織った富士布っていうのがあったらしくて、江戸時代までは庶民の仕事着として活用されて、平安時代では貴族の喪服として使用されてたんだって。観賞用としても愛されてて、平安時代から鎌倉時代にかけては、富士の花の美しさを表現する記述が、枕の草子とかに歌われてたりとか、あと庭の富士をめでる歌は万葉集に多く見られるんだって。神話みたいなのがあって、日本にも、その昔に富士の病に苦しむ娘がいて、その娘さんが住む農家に僧侶が訪ねてきたらしい。で、僧侶はその娘さんを見ると、富士の花をお寺に納めるようにって指示をしたんね、その家族にね。で、それに従って お寺に富士の花を納めたら、娘の病は完治したっていう言い伝えがあって、で、その元になった富士の木が、さっき言った三大名所の、春日部市にあるそこの牛島の富士の由来、納めた富士が牛島の富士だったって言われてる。で、ちなみに鬼滅の刃で富士の花が鬼が苦手としてる花になってるよね。あれはなんでかっていうと、平安時代に鬼退治伝説っていうのがあって、諸説いろいろあるんやけど、その昔に女性たちが次々と行方不明になる事件が多発してたよね。で、占い師の人に尋ねると、大江山っていう山があって、大江山の鬼の仕業であることが分かったらしい。で、その時、藤原道長に仕えていた腕のいい6人のお侍さんっていうかな、分かんけど、6人の人が女性を救うべく鬼に立ち向かいに行ったらしい。で、彼らは鬼の家に潜入して、毒入りの酒を鬼に飲ませて、寝静まったところを拘束して首をはねて始末したって言われてて、これから、この物語から、なんか鬼が富士の花を嫌うのは、直接的な原因じゃなく、要因じゃなくて、富士の花のおかげでどうなったとかじゃなくて、藤原家って富士の家紋が使われとって、その富士の家紋の藤原家に鬼が殺されたことがきっかけで、
富士の花そのものが嫌いになったんじゃないのかっていう風に言われてるらしくて、富士の花の毒を使ってとかじゃないけど、まあ、そもそも鬼をやっつけたのは藤原家の人たち。もともと藤原家の家紋は富士なんよね。それでなんか富士の花がそもそも鬼を殺したとかじゃなくて、藤原家に鬼が殺されたから富士の花そのものが嫌いになったんだよ。藤原イコール富士の花みたいなって連想して、あの鬼滅の刃でも富士の花が出てきたし、なんか鬼滅の人たちを助ける人たちみたいなおるやん。なんか家族が助けられた人たちは鬼滅の人たちこのお家に寄って休憩してくださいみたいな家があったの覚えと、あの人たち結局藤の花の家紋をつけとったよね。結局要はあれも藤原家の人たちに救われた女性の家族なんじゃないかっていう噂もある。まああくまでも憶測で、藤がつく名字が多いよね。加藤、佐藤、伊藤、これ全部藤がつくやん。まあ武藤もそうやけど、まあ、これはなんで藤っていう文字が多いかって言ったら、さっき出てきた藤原家、この人たちは平安時代に栄華を極めた藤原氏の影響なの。藤原氏の一族は全国に広がったよね。加賀の国の藤原氏は加藤、伊勢国の藤原氏は伊藤みたいな感じで、その地盤となった国の名前を取って家名を変えてたんよ。ただね、まあ、明治になってね、名字が義務付けられるようになったんやけど、そのまあ名門のね、藤原氏って本当にすごい人たちやったけ、まあ、その人たちにあやかろうと思って、ゆかりもない人々、はい、もう関係ない人たちまで藤の漢字を使い出したっていう。藤が入っとうけんつって、藤原氏と、まあ、ゆかりがあるのかって言われたら、ぶっちゃけ今はわかりません。家紋も結局、最初は藤原家がね、登り富士。家紋を使っとったよね。それで見る見るうちに藤原氏が繁栄してったけん、まあ、江戸の武士たちもそれにあやかって富士の家紋を愛用してたのって。もともとは下がり富士が主流だったんよ。で、下がり富士と上がり富士があるやん、家紋がね。だけん藤原氏も下がり富士を使っとった、最初は。だけど、まあ、語呂合わせで、まあ、下がるやけん、家運が下がるっていうのを嫌がった家もあるわけ。まあ、藤原氏にあやかりたいけど、下がり富士やったら運気が下がったら嫌やなっていうので、上がり富士の家紋が新しく生まれたっていうふうにされてる。で、ちなみに、富士の花は魔除けにもなりません。富士はね、富士の花って言われてて、縁起がいい花。他にも、延命長寿とか、家運繁栄、子孫繁栄の象徴とされてます。で、まっすぐ上に伸びていく富士の鶴とか、富士の花房が、まあ、こんな風に呼ばれた由来。で、香り高い富士の花の花って、奇跡とか幸運を引き寄せるっていう言い伝えがあって、人に害を与えるものとか、悪霊などを取り除く効果があるって信じられてるよね。やけん、鬼滅の刃の世界でもそういう風に鬼を寄せ付けない花っていう風にされてるのかもしれない。ちなみに、富士の花の夢を見ると、人に好かれたり、人に優しくできるあなたは、みんなから好感を持たれていますよっていう意味があるんだって。だから、富士の花を夢を見るといいよっていう。しかも、その富士の花を見るイコール、幸運体質になっていることの表れなんだって。やけん、積極的にどんどん行動を起こすことがおすすめって言われてる。ちなみに、悪いバージョンもありまして、富士の花が散る夢。これは、いろいろなものを失ってしまうっていう悪い夢の夢らしくて、富士の花が散る夢も見ちゃったらちょっとやばいです。スピリチュアルの世界では、富士の花は霊性を高める効果があるって言われてる花。なので結構神秘的な花っていう風にされてて、富士の花の下で瞑想したりとかするのはすごいいいっていう風にされてる。悩み解決のための方向性を見つけたり、高い周波数のエネルギーと繋がりやすくなるっていう風に言われてるから、富士の花の下で瞑想するといいよ。花にはレクチンといった毒が含まれて、種にはアルカロイドの一種のシスチンって含まれて、カタカナがむずい、まあ。とりあえずなんか毒が入っとるよ。大量に食べると吐き気とか頭痛、めまい、胃腸炎を引き起こす。がしかし、富士の花は食べられるんですね。十分な熱を加えると、花とか新芽を食べることができる。新芽は天ぷらやおひたし、あい物にして食べたり。花は砂糖漬けや酢の物、ジャムなどで食べられるらしい。まあ、薬としての効果もあるらしくて、種がね、薬効があるんだって。まあ、便秘に効果があって、下剤として使用されてるそうです。以上が、富士の花の話でした。ということで、今日はこれにて終了。バイバイ。